そう。こんにちは、リーヌの庭のリーヌです。バラが咲きそうです。あと3日、あと3日ほどでおそらく半分ぐらい咲いて、あと1週間後には満開だと思うんですよね。しかし悲しいことに、私今から出国です。ギリギリの時間です。というわけで、ものすごく名残惜しいんですけど、今日は最後の朝ってことで、バラと朝ごはんを食べて行こうと思います。それではいただきます。しらすとごま、バラと朝ごはんは初めてです。ナスの煮物、しじみのお味噌汁、日本人でよかった。もずく、バラの匂いしない。そういうわけで、2階の鉢バラすべてこちらに集めました。ほんといい感じですよね。いいわ、これから咲くぞっていうつぼみの塊ですからね。ワクワクマックス。今2分咲き3分咲きでも、赤いバラがね強いので結構咲いてくれてますから、割と咲いてるように見えますね。マイスタージンガーもほらこの通り、もうこれがねちょっとふわっと開く、その程度なんですよ、マイスタージンガーは。でそれがすごい可愛いんですね。ちょっと育ちが悪いなと思って心配してたんですけど、まあまあまあ何のそのですよ、心配なんか。こんなにたくさんつぼみがついてますね。えほら、いいじゃんいいじゃん、私がいなくても綺麗に咲いてくれよ。はい、モネです。モネよ、モネモネ。昨日一昨日と酒と唱えていたんですけどね、ちゃんと答えてくれましたよ。ちょっぴり咲いてます。モネは咲き始め、いえつぼみ咲き始め、途中の五分咲き、満開、すべてのバラの変化が楽しめる、変化が激しいんです。そういうねとっても面白いバラです。モネは本当におすすめ。あの絞りのね模様が一つ一つ違うので、どの花も全部毎回違った発見、驚きをもたらしてくれる、そういう最高にいいバラです。あとバラってあの咲き始めが一番いいっていうのがねあったりするんですよ。咲き始めの時が一番綺麗とか、そういうバラもあるんですけど、モネは全部いいです。開ききっちゃったのも可愛いです。開ききっちゃったのは色が薄くなってふわふわして可愛い。でこういう咲き始めは閉まっててね、フリルがついててね、これまた可愛いと。本当にお得というか、全ての状態が楽しめる素晴らしいバラです、クロードモネ。続きまして、来ました、みんなの大好きなガブリエル。美しい、やっぱり美しいです。今年も咲いてくれましたよ。胸あたりまでありますから、結構背が高いですね。あんまり剪定しなかったんですよねこれ。でもつぼみすごいですよね。なかなかいいと思いますよ。咲き始め
こんなです。天使の名を持つにふさわしいな。つぼみはこういう感じ、真っ白ですね。だけど開くと薄紫なんですよ。ほんとやばいバラです。これですよ。この神秘的な色合い、これにねやられるんです、バラを育ててる人は。ちなみに匂いは強いんですよ。上品なバラの香水みたいな、そういう匂いです。川本バラです。素晴らしい。こちらは同じく川本ローズのル・ブラン。こちらもやばいやつ。もう蛍光ピンクですよね、これ。薄い蛍光ピンクなんですよ、周りフリフリで。薄い蛍光ピンク、ちょっと蛍光の緑も入ってるみたいな、そういう白バラなんですけど、やばいです。これもすんごい可愛いんですよ。これがつぼみ。つぼみがフリフリで蛍光の濃い蛍光が入ってて、ほんとありえないぐらいすごいバラ。もちろん匂いもいいんです。最高だな。これも胸ぐらいの高さあります。大きく育ちましたね、ずいぶんね。背が高いからね、いいですよ。背を高くして大きくすることもできる。こちらはカントリーハウス。こちらも皆さん大好きなアップルローゼスさんのバラです。形がいいんですよね、ほら。まるで風車みたいでしょ。バラとはね思えないよ、これって思います。なんかもう作り物の紙で作ったみたいな、そんな完璧な容姿を持ってますね。匂いももちろんいいです。いい匂いだ。こちらは同じくアップルローゼスさんのパウルクレー。結構咲いてくれました、嬉しい。ありがとうよ。つぼみはこれです。かわいいですよね、ポンポンしてて。花の形こういうね、半開きカップ型、超強硬。私ほとんどいい匂いのバラなんで持ってるの。ベランダの窓を開けるだけで部屋にね、ふわーっとこの時期いい匂いが流れ込んでくるんです。いいわ。こちらも同じくアップルローゼスさんのバラ、ラフメーカー。かわいいんですこれ。でね、あんまりまだよく見てないんですよ。咲く時にね、日本にいないっていう、そういう状態が続いてるんで、まだちゃんとした花見てないんですけど、このつぼみ間違いなくかわいいでしょ。あと4時間ぐらいで出発なんですけど、それまでに咲いてくれ、咲いてくれ、お願いだ。昨日よりだいぶ咲いてるんでね、可能なんじゃないかって密かに思ってるんですけど、頑張ってくれ、見たいぞ。こちらはクリスティアーナです。私の大大大好きな薄いピンクのバラ。匂いやばいですこれ。匂いね、香水を鼻の奥につけたかっていうぐらい匂います。ものすごいいい匂い。香水のバラとして売られてましたからね、ホームセンターで買いました。これもものすごい強烈におすすめのバラです、クリスティアーナ。つぼみしか見せられないのが残念なんですが、過去の動画を見てください。去年の今頃に撮った動画ね、とにかく綺麗、咲いた姿完璧、色も超綺麗、ちょっぴり青っぽいピンク、薄ピンクです。ものすごいものすごいいいバラ、超おすすめ。はい、これはもう激烈におすすめなんですけど、おすすめしかないんですけど、こちらも最高のバラ、最強にして最高のバラです。最強が多すぎるんですけど、間違いなく素晴らしい、間違いなく最高峰のバラ。何がというと、こちらもこれだけを撮ってる
動画があるんでそちらを見てほしいんですけど、匂いがものすごいいいです。そして見た目も超可愛い白バラです。こちらはね、少し黄色が入ったピンクという感じなんですけど、薄いピンクの白バラ、匂いが最強です。バラ園とかに行って見かけたらぜひぜひ匂いを嗅いでみてください。ボレロ香り最強、本当にいいバラです。しかもたくさん咲きます。見てください、このつぼみの数を。これが今からわんさか咲くんですよ。それは見られないんですよ。ここまで世話したのにね。はあ、残念だ。うん、これはいい匂い、これはいい匂い、とにかく最高です。おすすめです、ボレロ。こちらはまだ全然、全然でもないので、もうちょっとで咲くんですけどね。はい、リアンローズです。こちらは川本ローズです。リアンローズは透き通るようなピンクの美しいバラなんです。グラデーションがちょっと入ったね。こちらも去年の動画をぜひご覧いただきたいんですが、もう乙女心爆発というような、そういう見た目のとにかく美しいバラ。こんなに大きなつぼみが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15 個ぐらいついてるのに、それが見られない、悲しい、辛い。でも私がいなくても綺麗に咲いてね。二階バラ最後はこちら、あのパールクレイと同じアップルローゼスさん、こちらのラブシックです。ラブシックもまだちゃんと花を見たことがないんです。写真見てやばっと思って買っちゃったんですけど、もうちょっとだったけどね、間に合いませんでしたね。でも写真を送ってもらう予定なので、それを見て満足したいと思います。つぼみだけでいいです。見てください、この素晴らしいつぼみ、端正ですよね。ほら、端正な形をしてますよ、美しい。こちらは信頼で買ったんですが、なかなかいい感じで育ってると思います。楽しみにしてるからね。そんなこんなでこれで2回バラ全て紹介しました。あとは咲くのを待つばかり。それにしてもなんといい匂いでしょうかね。